次の議題は福島第一原発事故に関連する健康管理のあり方についての提言案です。これは前回の委員会での審議を踏まえて、中村委員のご尽力をいただきまして、私もだいぶ参加させていただいて案としてまとめさせていただいたものです。資料に後ろの方に一枚紙ついておりますけれども、有識者グループの総括のベースと現在行われている県民健康管理調査等を踏まえて、今後どういうふうなことをすべきかということをまとめさせていただいたものであります。委員の皆様からご意見を聴取いたしまして、そして田中委員長からのご意見を中心としていただいた内容について、私がワープロを叩くという役割をいたしまして文章化いたしましたものが今回の資料の 5-1 の提言案でございます。チェルノブイリでの、その被爆者で、特に現地でですね、必ずしも WHO やアンスケアといった、そういうあるいは IAEA といったですね、国際機関にその上がってきている情報だけではない情報がいろいろ現地にはあると、すなわち甲状腺がんだけではありませんよと、いろいろな疾病も現にいろいろ報告されているというようなことが現地ではあるわけですよね。ですから今のこの6ページのように、もうその甲状腺がんだけですよ、小児甲状腺がんだけですよと、その国際機関が言ってるからそれだけを前提にして対応策を考えていくということだけでいいのかどうかというところなんですよね。ですからこれはなかなか難しい問題だということはよくわかるんですけれども、これだけの問題かというと、少なくとも現地ではそうでないいろいろな話が言われていると。ただそれが必ずしも国際機関の報告なんかには反映されてない。チェルノブイリについては、WHO の見解では、4年後ぐらいから影響が見られ出す、あるいはアンスケアの場合は5年後ぐらいから影響が見られ出すということで、おおむね 4,5 年後から影響が見られるというふうに言われております。で、今回 の提言の方の甲状腺検査のところ3ページ目の括弧2というところでございますが、こちらの甲状腺検査の2行目のところをご覧いただきますと分かりますように、23年10月から26年3月までに、全対象者の検査を行い福島県のベースラインを把握した上でというふうにまず書いております。これがある意味その最初にまずきちっと全員のですね、その検査を行って現状をこうきちっと見ていくということでございます。ですからチェルノブイリはチェルノブイリとして、福島は福島の事例でございますので、どういう状況になるかはきちっとそのこの甲状腺検査の中で 今現在進行形として、こう把握をしようとしているということでございます。ですからこのベースラインの把握の中で、何かこう見つかるようなことがあれば、それはそれでまたその時にきちっと対応を考えていくということでございますが、今のところ、そういう意味ではそのベースラインを把握中というところが今の状態というふうに扱われているというふうに認識しております。今日の提言の中では3ページの3のところで、健康審査とか心の健康等対策というところで、一応それをできるだけカバーしていこうということになっているというふうに理解していただければいいと思うんです。特別の特定の疾病がどうだっていう話に対しては、それはちょっとそういう議論は私も全部議論は資料もフォローしましたけど、それはなかったと思います。甲状腺以外は。はい。